どうも皆さん、おはボンバーボンバチャーボンバーは徳島のパンムキンです。いつもご視聴とコメント高評価本当にありがとうございます。さあ本日もねドッカンバトルやっていくんですけども、今回の動画ですね、お知らせにて天才ブルマの戦闘準備が12月15日水曜日夕方5時から12月24日金曜日23時59分までの、お知らせが、来てるんですが、これがね、来てるっていうことはおそらく、金土日、今週の17日かな17、18、19金土日に、天下一武道会がね、開催されるっていうことなんで、今回この動画では、無課金さんのためのおすすめ、周回編成、ご紹介していこうかなと思いますので、ぜひね、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。この動画出すの早いかなと思ったんですよね。天下一武道会のお知らせが来てから、出そうかなと思ったんですが、この準備期間、と言いますか今週の間に、育成できてないキャラとかありましたらですね、ぜひね、育成していただいて、天下一武道会楽しみましょうという感じで、今月曜日か、撮影月曜日にね、撮影してるんですけども、で、ですね、その周回編成、おすすめ周回編成を紹介する前に、ちょっと適正リーダーとか、で、敵全体攻撃を持つバトルキャラクターを、とりあえずね、ご紹介していきたいなと思ってます。で、ちょっとね、画面切り替えますね。はい、とりあえずね、おすすめリーダーバトルカードのご紹介なんですけども、この5体でございます。で、何のくくりかと言いますと、この5体全部、全属性リーダーなんですよね。はい、で、1体ずつ紹介していくんですけども、LR 超体、孫悟飯4年期。これが全属性の記録プラス3、各ステータス 120%。これが属性スーパーバトルロードの報酬キャラとなってます。で、極限スーパーバトルロード、属性の方ですね。で、これをクリアすると、この孫悟飯4年期の極限 Z 覚醒メダル入手することができますと。で、2体目。これですね。LR 超知、蔡勇気孫悟空。これも全属性記録プラス3、各ステータス 120% リーダーとなってます。これがカテゴリースーパーバトルロードの報酬キャラで、で、極限カテゴリースーパーバトルロードで、極限 Z 覚醒メダル入手できまして、この蔡勇気孫悟空極限 Z 覚醒ができますとなってます。はい。で、続きましてこれ。3体目。育成もの願い孫悟空。千日悟空ですね。これが全属性の記録プラス3、各ステータス 100% アップとなってます。で、2000日ログインしますと、この1000日悟空の極限 Z 覚醒メダル入手できまして、極限 Z 覚醒できるんですけども、私まだ、2000日経っておりませんし、必殺技も上げてません。はい。で、続きまして、これ、通常ガシャさんキャラで、極限 Z バトルで極限 Z 覚醒もできます。UR 超、極技、仮面のサイヤ人。これが全属性の各ステータス 80% リーダーとなってます。これ、通常ガシャさん、キャラなんで、確定枠でね、ちょいちょい見ることができますね。はい。で、続きまして、これですね。ついこの間、極限、覚醒、自走されました。フレンドガシャさん、LR 極体人造人間17号&18号。これが全属性気力プラス4、各ステータス 80% リーダーとなってます。ちょっとごめんなさい。必殺技レベルに22というね、老化用紙ないというね。はい。そんな感じでございまして。はい。でね、この5体、すべておすすめなんですけども、私が言いたいのは、このスーパーバトルロード勝てないとか、極限スーパーバトルロード勝てないとか、で、まだ1000日行ってない。ね。で、この亀のサイヤ人まだ出てきてないという方おられるかと思うんで、私がおすすめする、無課金の方おすすめするリーダーは、これですね。フレンドガシャさん人造人間17号&18号でございます。で、先ほど申しましたリーダースキルが全属性の気力プラス4を各ステータス 80% となってますんで、これをとりあえずね、リーダーにしていただきたい。この4体持ってない方はね。はい。持ってる方は、ふんで、使っていただいてですね。リーダースキル、高い、バトルカードを、使っていただいてっていう感じで、やってほしいんですけど、もう、この4体持ってない方は、ぜひね、フレンドガシャさん、誰でも手に入ることができますんで、ぜひね、これをリーダーにしていただいて、で、中身なんですけども、敵全体バトルカード、ちょっと集めてみました。こちらです。12体ですね。私が現段階で持っている敵全体、必殺技を持っているキャラ12体でございます。はい。で、1体ずつ紹介していくんですけども、LR 極体、セル完全体&セルジュニアですね。これが敵全体に極大ダメージを対 HP 10% 回復。で、これイベントドロップさん、フリーザ第2形態ですね。これが1ターンアタックが大幅上昇の敵全体大模様ダメージを与える。で、フェスゲンの
極体スーパーセンシブルリー、これが敵全体に超特大ダメージを与えると。でこれ頂上決戦イベントで入手できます LR 超体クリーンですね。これがアタック上昇の敵全体に極大ダメージを与えると。でこれですね、もうこれ使ってる人いないんですね。トランクスゼノ、これ意外とね敵全体なんですよね。敵全体大模様ダメージで一旦仲間アタック 20%、 これの極限来てほしかったっすね。ああまあ来なかったということで。でこれですね、 LR 極力、伝説のスーパーサイジンブロリーですね。これがギガンティックミーティアで敵全体に極大ダメージを与えます。でフェスゲンの極力伝説のスーパーサイジンブロリー、これも敵全体に、超特大ダメージを与え、サンターアタックが上昇。で、イベントドロップさん、ただ今開催されておりますね。イベントドロップさん、UR 極地のラディッツですね。これが、ウィークエンド、敵全体に超特大ダメージを与え、ディフェンスを低下。で、LR、極速、ナッパ&ベイジーターですね。これが敵全体に極大ダメージを与える。で、LR 極速、魔人ベジーター。これが、これが超筆か。超筆の方ですね。ファイナルエクスプロージョンで、敵全体に極大ダメージを与え、中核率で気絶となってます。で通常ガシャ3キャラフリーザー最終形態ですね。敵全体に超特大ダメージを与え、中核率で必殺封じ。で通常ガシャ3キャラスーパーサイジン5テンクス、これがなかなかね確定枠で出ないんですよね。これが敵全体ダメージも与えてくれるんで、これ私無凸なんでぜひ、どんどん出てほしいんですけども、まあ、出ないもんは仕方がない。で私が今現段階で持ってるこの12体敵全体キャラですね。はい。で、もしね、ここの中で、まあ、皆さん持ってるバトルカード照らし合わせてほしいんですけども、まあ、ここいますよね。LR の、バトルカード、並びに、極限 Z 覚醒済みの、キャラをですね、まあ、持ってる方はぜひね、まあ、ここいら、ふんだんに入れていただいて、リーダーをね、この 120% リーダーにしたらですね、難なく30倍率でも有利に周回することができるんですけども、まあこれ持ってないっていう方おるじゃないですか、まあ、中には。やっぱりガシャ3キャラですから、もう出ない時もとことん出ませんから。なので、とりあえずね、私がおすすめする、無課金な方でも、難なく30倍率を周回できる編成っていうのが、こちらでございます。この並びどうですかっていう話ですね。これ全部ね、無課金キャラでございます。で、このリーダー。これも冒頭で言いましたね。人造人間17号18号。これをまあリーダーにしていただいて、で、あと中身なんですけども、ウィークエンド。ね、ラディッツ。これが敵全体極大ダメージを与えると。で、フリーザー第2形態。これも敵全体ですね。で、頂上決戦イベントのクリーン。これ敵全体。で、このバージョン Z。で、LR 超体孫悟空も皆さん、持ってるかと思います。これなんで入れてるかと言いますと、これもリーダースキル全属性 59% なんですけど、 59% のね全属性リーダーはあんまりしない方がいいかなと。でパッシブが優秀でございまして、味方全員の補正をしてくれるんですよね。うん。で並びに極限の敵を攻撃するときはさらにアタック 59% なんですが、まあ敵全体ではないんですけども、まあまあまあ補正してくれるんで、とりあえずね入れてあるっていう感じでございます。でコスト59と。でこのタイミングほらコスト上限がなくなったじゃないですか。で前回まではコスト高コスト編成でいくとその分のポイントをいただいたんですけど、今回の天界地武道会はどうなのかなって、コストがなくなった、チームコストがね上限がなくなったんで、まあ、この天界地武道会もこの高コストのポイント、まあ、くれるのかどうかというのはちょっと現段階では分かんないんですけども、まあ、この並び一応まあ高コストかなと思ってます。で続きましてこれですね、義乳孫悟空で特戦隊、これが激闘の記憶、大乱戦報酬の激闘の記憶で交換することができるバトルカードとなってます。でこれはコスト99で極刑の味方アタック伝説 30%でございます。これも補正役で入れてます。はい。でこの義乳を持ってないっていう方はそうですね、まあ、外していただいてバーダックチームでもいいかなと思ってる。うん。LR ね、 LR のバーダックチームでも、とりあえず長径の、補正、まあ、してくれるんで、まあ、入れてもいいかなとか思ってるんですけども、まあ、並び的に今極刑の方が多いんで、
まあ どっちでもいいんですよね。ただこの義乳を持ってないって方はここいらのね、先ほど言いました、これ敵全体キャラ誰、まあ、誰持ってるか分かんないですけど皆さんがね、うん、で持ってる方は、まあ、こう入れるなり、うん、こう入れるなりね、はい、やってもいいかなと思ってます。まあ、敵全体キャラですね、3体もおれば大丈夫かと思います。で持っていくアイテムなんですけども、やっぱ持っていくアイテムはこれ必須っすよね。整列指示お化け、うん、整列指示お化けは必ず持っていってほしいんですよね。30倍率ってなってくると打撃でも10万20万って食らってしまうんですよね。これは絶対に持っていっていただきたい。であとはもう気玉変換系、うん、を持っていった方がいいかなと思ってる。まあとりあえずダメージ軽減アイテムでもいいですよね。ハイヤーとか、うん、ウィスとかね、うん、持っていってもいいかと思うんですけども、まあ私がおすすめするのは気玉変換系かなという感じで、これは絶対に外せない、整列指示お化けはね、うん、でマニアックな、天下一マニアックな人は、うん、やっぱりこの9000個とか持っていったりするんで、いやすごいよな整列指示お化け、この戦闘準備のブルマのイベントで完走する方とかいっぱいおられるんで、やっぱりこの総合入りする方はやっぱりこの整列指示お化け600個では足りないという感じで、まあ、私仕事なんでねちょっとほんまにがっつり周回することはできないんですけども、まあぜひね無課金で天下一武道会楽しみたいなって方はぜひこの並びやってみてはどうでしょうかというところで、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またね。